飯くんとご飯くんの試合です。頑張ってください。皆さんやる気十分ですね。きっと素晴らしい試合を見せてくれることでしょう。連続で決まりましたね。これはダメージも大きいと思います。大きなダメージです。ここからどう巻き返すのでしょうか。これは試合なんですよ。こんな強力な攻撃をしたら。連続で決まりましたね。これはダメージも大きいと思います。集中攻撃ですね。相手に反撃の隙を与えないと。倒れた人は大丈夫でしょうか。心配ですね。チームワークもとても大切ですから。だいぶリードしていますね。けどまだ油断は禁物ですね。大きなダメージですね。ここからどう巻き返すのでしょうか。仲間が手助けですね。徐々に差が開いてきました。これは痛そうですね。やはりかなり効いているみたいですね。少し苦しそう。これまでの攻撃とは威力が違います。すごいです。まさかここまで爆弾になって。仲間が届くとですね。途中で交代して一人が疲弊するのを防ぐ作戦ですね。試合とはいえ真剣勝負ということですね。連続で決まりましたね。これはダメージも大きいと思います。すごい勢い。勝負をかけに行きましたね。連続で決まりましたね。大変。恐怖犯の人早くスタート。まだ勝負は決まっていません。きっとここから盛り返します。仲間が手助けですね。徐々に差が開いてきました。この力の放出は試合とはね、真剣勝負ということですね。チームワークもとても大切ですから。だいぶリードしていますね。けどまだ油断は禁物ですよ。徐々に差が開いてきました。少しずつ試合の流れが傾いてきましたね。一気にパワーアップしましたね。見つかったお金で何とか回ったというところですね。倒れた人は大丈夫でしょうか。心配ですね。仲間が手助けですね。ダメージが後からじわじわ効いてくるかもしれませんね。チームワークもとても大切ですから。徐々に差が開いてきました。連続で決まりましたね。これはダメージも大きいと思います。ここから反撃開始ですね。おめでとうございます。お父さん譲りの見事な戦いでした。ご飯くんとご飯くんの試合です。頑張ってください。皆さん気合が入っていますね。素晴らしい試合になるでしょう。すごい勢い。勝負をかけに行きましたね。やはりかなり効いているみたいですね。少し苦しそう。仲間が手助けですね。攻撃の隙間を見て一気に距離を詰めましたね。さあどうなってしまうんでしょう。少しドキドキしてきました。仲間が手助けですね。
Thank you.